こんばんは、ルートレス山崎です。今朝速報でも挙げましたが、シジュウカラの幼鳥さんがすべて無事巣立っていきました。午前7時15分ごろ、シジュウカラさんの鳴き方がいつもと違うことに気づき、声のする方を見上げると、枝に止まったシジュウカラさんのもとへ一生懸命に羽ばたく幼鳥さんの姿を発見。焦らずゆっくり、幼鳥さんを驚かさないようにビデオカメラをいつもの撮影ポイントに設置し、録画を開始しました。その時に撮れたのが今朝アップした動画です。私が最初に見た幼鳥さん1羽とビデオに映っている3羽を足して、合計4羽の幼鳥さんが巣立っていきました。巣立った後も録画を止めず撮影を続けていると、親のシジュウカラさんが戻ってきました。もしかするとまだ幼鳥さんが残っているのかも。しばらくして、今度はヒナにあげる餌を加えてきました。ヒナの声は聞こえませんが、まだいるのかな。持ってきた餌をそのまま加えて飛び去っていってしまいました。残っているヒナがいないか確認しに来たのでしょう。その光景に親の愛を感じて、胸にじーんと熱いものがこみ上げてきました。シジュウカラさんファミリーが巣を後にして1時間後、親のシジュウカラさんがヒナを呼ぶ声もヒナが親を呼ぶ声も全く聞こえなくなったのを確認し、巣のあったであろう茂みの中にビデオカメラを入れて撮影してみましたが、巣を発見することはできず、仕方なく茂みに頭を突っ込み、瓦礫やその周辺を探してみましたが、やっぱり巣は見つかりませんでした。シジュウカラさんだってそんなに簡単に見つかる場所に巣は作りませんよね。無事に巣立つことができてめでたしめでたしなんですが、今まで早朝から夕方まで一日中聞こえていたシジュウカラさんファミリーの声が一切聞こえなくなり、寂しくなってしまいました。私が確認できた4羽の幼鳥さんが秋になって元気に戻ってきてくれたらいいな、なんて今は思ってます。シジュウカラさんファミリーは全員引っ越してしまいましたが、まだ河原ひわさんの幼鳥さんもやんちゃ坊主のスズメっ子たちもいます。河原ひわさんの幼鳥さんは今日はパパと距離を置いて1羽で行動中です。前回もそうでしたが、私が河原ひわさんの幼鳥さんに気づいた時はすでに子離れ直前で、その可愛らしい姿をビデオに収めることができたのはわずか2日間でした。もしかすると今回もビデオカメラをシジュウカラさんファミリーに向けている間に河原ひわさんの子別れが行われていたかもしれません。さて本日は短い動画でしたが、いかがだったでしょうか。もしこの動画が気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。